先ほどの丹後から一転して今度は女王のオーラをまばゆいばかりに放ちます。荒川静香、映画ムーランルージュより、 One day I'll fly away。 振り付け宮本賢治。出産から3ヶ月後に出演するショーのオープニング用に作ったナンバーです。当初はジャンプを構成に入れていなかったんですが、練習を重ねるうちに飛べるようになってジャンプが間に合ったという驚異のエピソードがあります。つまり3ヶ月でもうジャンプが飛べたっていう、はい、いや本当に舌を巻きますよね。ここがそのジャンプですね。そうですね。この演目も昨年すでに披露されているもので、はい、基本的に振り付けに目立った改変は加えられてないんですけれども、この音楽が盛り上がる部分で今回新たにより力強く、そしてよりスピードをつけられるように、このスパイラルへと向かうスケーティングのコース取りを変更して、夢を追い求める決然とした女性像をよりよく表現できるように工夫されているのが印象的でした。いつまでも美しく、より美しく。今2人のお子さんがいる中でできる限りスケートの練習時間を捻出している。今の中でも週5日は練習するようにしているそうです。そこには荒川のプロとしてレベルの低いものは見せられないという、そういった矜持があります。